かれた。頼もしいな。本陣まではもう少しだよ。頑張ろう。この補給で士気が上がれば、今回の戦もきっと勝てる。疲弊した時に物資の補給が来てくれるのは、とても心強いことだから。それくらい、僕たちの役割は重要なんだ。少し急ごうか。報告します。敵軍の一団が攻めてきました。別動隊みたいだ。補給を断つのが目的だと思う。ここで逃げれば本陣まで追ってくるかもしれない。そうなれば信玄様に迷惑が。仕方ない。ここで迎え撃とう。敵を倒してから進む。おー！後ろに必ず守ってみせるから。平気だよ。このくらいならまだ動ける。恥ずかしいところを見せちゃったね。正影や信春さんならこのくらいのことで傷を負ったりしないんだけど。でも安心して、君のことは僕が命を懸けてでも守る。なんとか勝てたね。困ったな。手足に力が入らない。でも、それは…わかった。でも、腕では跡が目立ってしまうから。緊張してるよね。大丈夫。痛くないようにするから。力を抜いて。約束する。これからも君を守り続けるって。僕は君に生かされるんだから、ずっと君のそばにいないといけない。いや、これは僕からのお願い。君のそばにいさせて。君のそばにいないといけない。